どうも、赤ポニです。今回はメインチャレンジ、霊峰ラネールに現れた裂け目の前半攻略となりまして、ヘブラ山の洞窟の無、ヘブラ山の無、霊峰ラネールの無の3点です。それでは早速行きましょう。最初はヘブラ山の洞窟の無から行きます。前提としてストーリー前半を進めてハイラルを助けた後に行ける場所になってます。というわけで最初はハイラル城の上の方にある洞窟まで移動します。でこの洞窟は最初岩で塞がっているので爆弾魚あたりで破壊することで中に入れるようになります。なるんですけどこの洞窟はショートカットすることができます。まずはベッドやトランポリンを使って洞窟の上の方に移動します。ここまで来たら壁に向かってボールチュラを出してすぐにシンクで R ボタン押しっぱで相手の動きにすることでこの絶壁を登っていくことができます。で雲の上まで来ると洞窟の出口になっていましてちょうどしるべもあるのでチェックしておきます。この後は下の方に移動します。道中初めて見る魔物は倒しながら進んで借り物として覚えておくといいかと思います。この魔物はダンダルマですね。でこの辺りまで来ると吹雪エリアになっていましてそのままでいると寒さによるダメージを受けることになります。キャンドルのような火の魔物を持って動くことで移動しながらの寒さ対策もできるんですけど目的地はすぐ近くなので素早く移動するでも問題ないです。下にある宝箱は回収しておきます。中身はねじりかぼちゃです。この後は上の方に移動していきます。ここまで来るとコンデというキャラが倒れているので話しかけて会話をしておきます。会話が終わるとついていくことになるので後を追うように移動していきます。でこの壊れた橋まで来ると近道をするかどうか聞かれるのでこれは死体を選択しておきます。しなくていいを選んだ場合は単純に遠回りになるだけとなってます。目的地は変わらないので近道がおすすめです。この後はシルベがあるのでチェックしておきましてさらに上に移動してコンデの家の中に入ります。中に入って会話イベントが終わったら家の中にある壁の絵、日記、道具箱の3箇所を調べると会話イベントが進行します。会話が終わったら外に出ると奥にある洞窟の入り口前にある雪をどかしてくれるので中に入っていきます。ここは右奥に穴がありまして手前の氷はキャンドルなんかで溶かすことができます。ここにはアイスキースがいるのでまだ覚えていない場合は倒して覚えておくといいですね。この部屋は複数の氷ブロックがありましてこれもキャンドルで溶かしたり奥行きがあれば押して移動させることができたりもします。借り物として覚えることもできるのでまだ覚えていない場合は覚えておくといいです。でまずは右の部屋に移動します。下の足場に降りまして転がってきた雪玉は一旦シンクで受け止めます。そしたら転がらない場所で解除しようと思ったんですけどミスってダメージを受けてます。で止まったら近づいて覚えておくと。で続けて転がってきた玉もシンクしてこのまま登って追加の玉は総裁ですね。新しいのシンクして登っていくと上まで来ると宝箱があるので回収しておきます。中身は50ルピーですね。回収したら道を戻るだけです。この後は左上の氷ブロックを溶かして進んでいきます。
この部屋にはコンデがいるので会話ですね。終わったら左の部屋に移動すると、ここからやっとヘブラ山の洞窟の無に入ることができます。ここではまた5匹の鳥居の仲間を助ける必要があります。最初はこの足場から左下に向かって床ビュンで移動します。で、この紫の煙を出している氷の場所まで来たら、ここでかがり火を使って溶かすことで1匹目の仲間が出てくるので解放します。これを溶かすのはキャンドルでもできるんですけど、その場合は周りの草に火が燃え移るリスクがあるので注意です。この後は床ビュンを使って上に移動します。この足場の中央にも紫の煙を出している氷があるので、ここでもかがり火なんかを使って溶かしていくと。で、氷が溶けたら2匹目を解放ですね。この後は右上の方に進んでいきます。ここの氷は邪魔なのでまた溶かしておきまして、溶けたらベッドやトランポリンなんかを使って高台上まで登っていきます。登ったらここで3匹目を解放ですね。解放したらこのまま左下に床ビュンを使って移動します。この先はベッドあたりで足場を作って左に移動ですね。そしたらここでウォールチラーを壁に向かって出しまして、シンクして R ボタン押しっぱで相手の動きとして壁を登っていくと、上に登れたらすぐ下にまた紫の煙を出している氷があるので、上から右側の木の上あたりにキャンドルを落としていくと。そうすると溶かすことができるので、一旦降りて4匹目を解放します。この後は一旦借り物を解除して、でまたウォールチラーを使って上に登っていくと。あとは右側に最後の5匹目がいるので、ジャンプ移動で近づいて解放するだけとなります。5匹目まで解放できれば、これでヘブラ山の洞窟の無は完了です。元の世界に戻ったら、コンデがいた部屋まで戻ると裂け目が消えて、奥にあるはしごが登れるようになっているので、ここから上に移動していきます。ここは横スクロールエリアとなっていまして、氷ブロックが複数あるので溶かしながら進んでいくと、途中魔物がいるので一部溶かして上ルートから進んでいくようにするとバトルを避けることができます。この後は上から落ちてくる雪玉を避けながら、はしごと小岩の壁を使って上の方に移動していくと、途中左上に宝箱があるので回収しておくといいかと思います。中身は魔物の石ですね。で、この奥にいる魔物は邪魔なので倒してから進んでいきます。ここから外に出るとしるべがあるので、まずはチェックしておくと。で、この後はさらに上の方に移動する必要があるんですけど、ここから右の方に移動していくと、アイスウィズローブという強力な魔物がいるので倒して覚えておくといいかと思います。ここにいる魔物ですね。ワープ後に ZL 注目してガモースレベル2で攻撃していくのが無難です。うまく水に落とせるとそのまま倒すことができたりもします。覚えたらワープでシルベまで戻りまして、今度は左下の方に床ビュンで移動していきます。一旦この四角い足場まで降りたら、さらに左に床ビュンで移動します。ここは魔物が多いので、なるべく素早く移動するのが安全です。左端の足場まで来れたら、この木の後ろかつ下の崖ギリギリの距離まで位置調整をしておきます。そしたら左に向かって床ビュンしまして、左下にジャンプ移動することで反対側の足場まで移動することができます。
そうするとここに洞窟があるので入っていくと。この敵は無視して奥まで移動ですね。この部屋に入ると強制バトルとなるので魔物を ZL 注目しつつガモースレベル2あたりを使って攻撃していきます。まだ覚えていない魔物であれば覚えておきます。この魔物はテクタイトレベル2です。奥にいる魔物も同じように倒していくと。で、倒しきると宝箱が出てきて回収できる状態になります。こっちの魔物はアイスオクタとなってます。で、宝箱の中身は氷の上で足が滑りにくくなるアクセサリーアイテム、アイススパイクとなってます。この先滑る床が多くなるのでこれを装備しておくと攻略が楽になってくるかと思います。回収した後はこの洞窟に用はないので外に出ます。その上でキャンドルを持った状態でこの草の中央にある氷も溶かします。そうすると中から力のかけらが出てくるので回収しておくと。この後は上の壁に向かってウォルチラを出してまた壁を登っていきます。雲の上まで来ると魔物がいるのでこれは倒しておくと。一匹目はモアで、2匹目はフリーザトとなってます。この後は左の方に移動ですね。途中雪玉が落ちてくるのでなるべく当たらないように注意しながら移動していきます。端まで来たら小岩の壁を使って上に登りまして、この後は一旦上の方に進んでいくと。そうするとここにハートのかけらがあるので床ビュンあたりを使って回収しておきます。回収したら右下に戻りまして、この雪玉が落ちてくるルートを登っていきます。その上でここにある氷柱は溶かすと中から力のかけらが出てくるので回収しておくといいかと思います。この後はさらに右の方に移動ですね。雪玉に当たってしまうと思いますけど大したダメージはないので強引に通過で大丈夫です。で、このシルベ付近まで来るとコンデがいまして、会話イベントが発生します。終わったらまずシルベをチェックして、で、左上の方に移動します。ここまで来ると宝箱が埋まっているので引っ張り出してから回収ですね。中身は50ルピーです。この後は右に移動しまして、ここのはしごを使って中に入っていくと。まずは小岩の壁を使って左の方に移動してきまして、雪玉を避けながら上に移動していきます。ここはベッドあたりで足場を作りまして、奥の魔物は先に倒しておくようにします。この後はしごを使って上に移動して、さらに小岩の壁を使って左に移動していくと。雪玉のタイミングを見ながら移動していく感じですね。流れてくる雪玉は借り物で相殺しながら移動していきます。ただ当たってしまってもね、そんなに大きいダメージはないので強引に移動するでも大丈夫です。上に上がると魔物がいるので倒しておくと。この魔物はレクババレベル2あたりを使っていくと倒しやすいです。名前はオクロックですね。外に出るとコンデの会話イベントがあるので確認しておきます。
終わったらしるべをチェックしてから上まで上がっていくと。ここまで進めることでヘブラ山の無に入れるようになります。ヘブラ山の無と霊峰ラネールの無はつながっているので、まとめて攻略していきます。最初は邪魔な魔物が複数いるので、倒しながら、あるいは借り物で注意を引きながら上の方に進んでいきます。ここは床ビュンで移動で、左に移動ですね。この辺りの魔物も邪魔なので、先に倒しておくと無難です。ここはトランポリンあたりで上に移動しまして、覚えていない魔物がいた場合は覚えておくといいですね。その上でここにある雲は覚えることができるので覚えておきます。で、早速雲を使って上に移動していくと。で、この雲は上に乗っているとすぐに消えてしまうというデメリットがあるので、この特徴は押さえておく必要があります。ここまで来れたら、このはしごを使って下に移動していきます。この足場まで降りたら、雲を使って右に移動ですね。で、奥にいる魔物は倒しておくと。そしたら雲を使ってまた右に移動しまして、この足場まで来れたら、今度は上に向かって Y ボタン長押して雲を出しておきます。その上で糸チラを使って上の足場に移動すると、で、邪魔な魔物は倒しておきます。この後はまた雲を使って左の足場まで移動ですね。で、この壁は爆弾魚を使って破壊します。ただ足場が狭い上に、爆弾魚は地面に落ちないと起爆しない特徴があるので、ギリギリまで右に移動して落として起爆させていきます。で、壁が破壊できたら奥の宝箱を回収ですね。中はポカポカスパイスとなってます。回収したら道を戻っていくと。戻りは床瓶を使うと楽です。さらに床瓶をしまして、ここから下の方に移動します。そうするとここにも宝箱があるので回収しておきまして、中身は20ルピーとなってます。その上でここにいる魔物も邪魔なので倒しておいて、この後はまた床瓶か雲を使って右に移動していきます。ここはまた Y ボタン長押しで上に向かって雲を出しまして、さらに糸チラを使って右の足場まで移動ですね。で、ここの魔物も邪魔なので先に倒しておきます。中間と奥にいる魔物だけ倒せれば移動自体はできると思うので、手前は無理に倒さなくても大丈夫です。倒したら小岩の壁を使って上に移動していくと。ここまででヘブラ山の無はクリアとなりまして、登ったところから霊峰ラネールの無がスタートとなります。ただ霊峰ラネールの無は短いです。まずはしるべをチェックします。この後は下に向かって床ビュン移動しまして、さらに右方面に雲を出して足場を作って移動していきます。ここは壁に向かってウォールチラを出して上に登っていくと。登ったら右の方に移動するんですけど、ここには素早い魔物がいるので先に倒しておきます。で、この高台の上の氷がない隙間の場所でまたウォールチラを出して登っていくと。上にも魔物がいるんですけど、ここは無視しても大丈夫なので、そのまま上に登っていきます。で、この中まで入れば霊峰ラネールの無はクリアとなります。会話イベントが終わった後に右奥まで進んでいくと霊峰ラネールがスタートとなります。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。